人、物、金をテキサスへ、 CCIM のルークです。アメリカでは昨日6月30日、前からお話しているようにトランプ前大統領がテキサス州のアボット知事とともにメキシコとアメリカの国境の壁を視察に行きました。視察に行った先はリオグランデバレー、一番ですね、この不法移民のこう越境が多いところですけども、そこの壁のところに行きました。先日、副大統領が行ったところは、エルパソでちょっと離れてるんですけどもね、トランプは一番、国境問題が起こっているところに訪れたというところで、他に何人か共和党の、議員、党員も参加したということです。そしてですね、マッカレンのっていう都市がテキサスにありますけども、そこの近くのですね、ウェスラ湖で、保安官等に、いろんな話を聞いて、そして、そのまた近くの、ファーというところで、演説をしました。これも素晴らしい演説でした。バイデン政権、そもそもこのバイデン政権自体が、去年の、不正選挙でこう結果が出たですね、偽の選挙だったわけですけども、その選挙の結果、バイデン政権が、国境の、トランプ大統領前大統領が、厳格ではあるけれども、公正な、不法移民の流入を阻止するという、策を、大幅に緩和したために、中南米からどっとですね、不法移民が国境に押し寄せて、その中で麻薬であるとか、麻薬が流通したりとかですね、あるいはこの人身売買、これが活発化したりと、とんでもない犯罪が起こっています。これは国境に限らず、そこから入ってきた、いろんなギャングとか悪い連中がもう全米に展開して、で一方でバイデンは、警察官等のですね、人員を削減しているために、アメリカ各都市で犯罪が急増しています。特にですね、シカゴなんかはひどくて、もう無法地帯状態になっているんですね。でトランプ大統領は、こうした、何百万人もの、不法移民を押し寄せた、その責任は今のバイデン政権にあり、アメリカの国境は、今やこう解放された、本当に、危険な状態にあると。アメリカの歴史上最も危険な国境になってしまったと。この問題は早急に元に戻すべきだっていうね、演説をしました。アボット知事もテキサス州独自で、州の予算及び一般からですね、お金を集めて、トランプ大統領のこの壁を継続して作っていこうということを発表しています。この壁っていうのは、聞いたところはバカバカしいと思うんですけども、実際はですね、かなり抑止効果があって、今までもトランプ大統領がいるときにですね、多くの、この犯罪者の流入を、防いできたという、実績があるんですね。それをこのバイデン政権が、崩してしまったというところが、問題です。トランプ前大統領、先日のオハイオについて、今回もそうですし、各地でこのラリー、いろんなですね、集会を、続けていきます。これはですね、各次回の来年の選挙の時には、ちゃんと公正なまず選挙ができるように、各州の選挙法を正しい方向で変えていき、でそこで共和党の議員をどんどん生み出してですね、下院上院両院で過半数を、取ろうという作戦です。下院上院で過半数を取ると、議会をコントロールできると。議会はいろんな法律をこう決めるところなので、大統領よりもいわば権限があるんですよね。その上で2024年、トランプ大統領、トランプもしくはトランプの息がかかった人が大統領になれば、共和党としてはね、本当にやりたいことができると。それやりたいことっていうのは、トランプが一番やりたいのは、この世の中から、中国共産党のね、含めそういったディープステートとか、そういう、左、極左によった勢力を
こう一掃しようとしています。これは世界にとっても重要なことであって、まさしくそれがね、トランプだったらできると、日本も今どんどん、極左化していってですね、非常に危険な状態にあります。世界中が共産主義になってしまったら本当に我々の自由というのはなくなってしまうんですよね。それをなんとかこう解決できるのは、まずトランプだと、信じております。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。